発電機修理、それがサバイバーの使命である。なんか心音が、一旦逃げま、おう、おう、おう、なんてそっち逃げたし、なんてそっち逃げたし。よっしゃ、いた発見。へっへっへ、ここで待ち伏せして、キラーのアンチクショーの顔面に板をぶちかましてやんせ。今や。金髪のチャンネルがチェイス中ですね。って助けてくれるんですか。ありがとう。あ、あれ、今殴られたような気がしないでもないんですが、多分殴るのが早すぎて、まだ釣られている状態に対して殴った判定になったのでしょう。ラッキー。走れ、走るんだデイビッド。とりあえず距離を離すのに全ての気力を注ぎ込むんだ。うわー、ヘッドハード。よし、板がある。そして背後のキラーを視界に捉える。追いかけてきていませんね。が、あれはフェイクと読みました。私にはそんなフェイクお見通しなんだぜ。さあ、金髪のちゃん姉さん、起きてください。やったぜ。さあ、逃げましょう。え、めっちゃ煽っとる。おおおお。逃げろ、逃げるんだデイビッド。この儀式から脱出するためには、お前の力が必要なんだ。ふおおお。ふっふふ、キラーさんも、だいぶ焦っていると見ました。あの距離で空振るのはボンミスでしょ。やって、地下に落ちてしまった。てか、なんで窓枠の先に地下室があるの。いや、この逆境を乗り越え。こんにちは、ゆすきゆかりです。さあ、今回のデッドバイデイライトを遊んでいきましょう。前回に引き続き、今回もサバイバーであるデイビッドキングでプレイしていこうと思っています。まだサバイバーについて、デイビッドキングについて解説しきれていない部分があるので、今回もきちんと真面目にエレガントにプレイしていこうと思っております。今までの先生のプレイに酔いしれたここのあなた、今回も先生のプレイにしびれる準備はできましたか。では皆さん、キラーの安熟商人かましに参りましょう。さあ、今日も元気に命かけデスゲームをやっていきましょう。ステージは農場です。このステージの特徴は、なんといっても中央エリア。中央は、障害になるものが何もないため、直線移動に長けているヒルビリーと当たると、かなりの苦戦を強いられるステージです。逃げるときは、マップ外側に配置されているジャングルジム、または岩のオブジェクトを駆使して立ち回ることを意識しましょう。あ、早速誰かがチェイス中ですね。仲間がチェイスをしてくれている時間は、発電機を修理する絶好のタイミングです。その時間を無駄にするわけにはいかないので、とっとと偵察を終わらして、発電機を修理しに行きましょう。ああ、やられてしまいました。このスピード、なかなかにお上手なキラーさんかもしれませんね。とりあえず救助を意識しつつ、発電機の修理をしましょう。って、あ、あらー、これは、まずい展開になりました。このマークは、対戦中の回線落ちを意味します。回線が落ちたサバイバーの扱いは死亡と同義のため、サバイバー側は開始早々苦しい展開に追い込まれてしまいました。むー、とりあえず破滅もついていませんし、ガンガン発電機を修理してキラーにプレッシャーをかけていきましょう。チェイス馬尾さんがめちゃめちゃ時間を稼いでくれています。この隙にガンガン、もうガンガン回していきましょう。ちなみにこんな感じで味方の位置がわかるのは、この教官というパークの効果が発動しているためです。教官は負傷している仲間の位置がわかるようになります。これにより仲間の状態がわかるため、キラーの位置の把握、また負傷している仲間の治療に向かうこともできる、かなり使い勝手の良いパークとなっております。皆さんもぜひお試しください。うらー、にゃん、やったぜ。ついに3台の発電機を修理することができました。しかし、まだまだ気は抜けません。救助に行きたいですが、キラーの位置がわかりません。釣っている人を見張っていなければ、助けに向かいたいのですが、どうなんでしょう。って、心音近い。うわぁ、このキラーは、クラウン、ピエロです。毒瓶投げてくるピエロです。うわぁ、解説しなきゃ、解説しなきゃ、でも逃げなきゃ、とりあえず距離を離すべし。窓枠。ああ、回り込まれてる。ああ、間違えた。毒ガスに突っ。にゃあ！わざとです。わざと捕まりました。やだな。先生が真正面から毒ガスに突っ込むわけないじゃないですか。やだ。基本的にクラウンと対戦する場合は、チェイスを避けて隠密に徹するのが得策です。クラウン、
ンはアントレス同様飛び道具を持っています。そのためダピラーと同様に一切惑わずに頼った立ち回りをしてしまうと、そのタイミングを毒瓶で狙われてしまい、より苦しい状況に陥ってしまうことが多々あります。まずは見つからないことが最優先。見つかってしまった場合はとにかく距離を広げる動きを心がけましょう。おお、助けに来てくれたのかい兄弟、ありがとう。さあ、結束ロイもかまして発電機修理に精を出すデイビッド・キング・ブラザーズ。しかし、ここでチェイス・ウマオさんがついに釣られてしまい大ピンチ。兄弟に発電機修理を任して、私はウマオさんの救助に向かいましょう。来てます来てます、正面から来てます。皆さんに隠密の手本を見せてあげましょう。まずはキラーの位置を把握、そして障害物との直線上にキラーを入れるように移動することでキラーから完璧に隠れることができるの。あれ、クラウンさん、兄弟が修理している発電機の方へ向かいましたね。この動きは、おそらくバベチリがついてますね。何はともあれ、この隙にウマオさんを助けちゃいましょう。よいしょ、現状、発電機修理中だった兄弟がチェイスしているタイミングだと思われます。この貴重な時間を無駄にはしません。ウマオさんと一緒に行動し、とっとと発電機を修理しちゃいましょう。うらぁ、やったぜ。しかし、兄弟が釣られてしまっています。助けに行きたいですが、おそらくキラーは、発電機修理の通知をもとにこちらへ来ていると思われます。ここは、しっかり隠密して、こっそりと兄弟の寮で見つかったんですが、にゃー、見えない、前見えない。くっ、ここはなんとかチェイスで時間を稼ぐしかない。その間に救助をお願いします。とりあえず小屋に移動しましょう。うらー、レッドハード彼もいたー。逃げろ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 。はぁ、何もない。もう、無理、ゆかり先生、もう無理です。しかし、きちんと兄弟が救助される時間を稼げたので、満足です。先生、もうゴールしてもいいよね。と、思いきやめっちゃ救助しに来てくれてるー。ありがとう、兄弟。ああ、ウマオくんまで助けに来てくれている。さあ、二人のケツ黒いのおかげで、元気100倍アンパンマン。まだまだゲームはこれからだぜ。あ、来てますね。隠密、隠密。ウマオさんがやられた。今のうちに発電機修理に向かうぜ、兄弟。あ、やっぺたで移りました。しかしこれは仕方ない。ここはチェイスを引き受けましょう。さて、大丈夫、生きてる。まだまだ生きてる。で、あれ、追いかけてきてないですね。おそらくサバイバー全体にちょっかいを出して、発電機の修復を妨害する作戦なのでしょう。むむむ、確かに私も次釣られてしまったら死亡です。ここは回復を優先せざるを得ませんね。回復完了。さあ、発電機の修理に向かいましょう。おお、ナイスー。しかし、一人這いずり状態にされてしまっています。ここは、ゲートを優先して開きましょう。開き終わったら、すかさず救助に向かいます。よし、ゲートオッケー。おお、ウマオさん待っててくださいー。よっしゃー、逃げましょう、さっさと逃げましょう。ああ、あの位置はゲート手前ですかね。おそらくゲートへ逃げ切る手前で一撃をもらってしまったのでしょう。くぅ、ここから救助に向かえるか。正直かなりきついですが、ここまで来たら助けに赴きましょう。で、あら、脱出できていますね。なんとか這いずりで逃げ切ったのでしょうか。何はともあれグッジョブです。さあ、私たちも早く逃げなければ。うーっす、めっちゃ来とる、めっちゃ来とる。ってあれ。おお、よし、お兄さんだ。ありがとう、めっちゃ見守ってくれてますね。ありがとう。あれ、なんかこっち来られましたね。うーたー、いや、投げないで、毒瓶投げないで。じゃあ、ちゃっちゃと脱出しちゃいましょう。ああ、みんなすごいコメントを打ってくれている。あったかいですね。なかなか、こんなあったかいチャット欄も珍しいです。正々堂々とした、素晴らしいゲームでした。グッドゲーム。